皆さんのふるさとはどこですか？私たちは静岡市を拠点として活動している10代から30代までのよさこいチームです。私たちがテーマにしているのは、都会に憧れを抱く茶娘が静岡の良さに改めて気がつくということです。私たちが考える静岡らしさを振り付けの中、曲の中にふんだんに取り入れました。皆様にもぜひ静岡らしさってこんなことかなっていうのを心に留めてみて、私たちの方に向けていきたいと思います。曲の最後の方には、いっせーのーでと皆さんと一緒に手を振るところがございますので、ぜひ踊り子に合わせてこの会場を一緒に作っていきたいと思います。それでは参ります。東西揺れる後ろが過ぎて香るは無常の花。